今回もお詫びを。今回も。繰り返しました。今ね。いや繰り返しました。今ねあなた。再びのお詫びを。はい。え、あのこれはですね、視聴者の皆さん並びにですね、ドスブイパワーレポートをご覧の愛読されている皆さん。土地も関係してくれますか。二方面作戦という。二方面謝罪という間に合いませんでした。ええ。

もうこういう話はすっかり忘れちゃった、それが、どの程度のものなのか。いやいや、アイビーブリッジです。アイビーブリッジだから、アイビーブリッジの空割りをやるって言ってたじゃないですか、ヒートスプレッダをへっぱかして、で、評判のいいですねグリスも買ってですね、用意万端じゃないですか、万端ですよ、なるほど、来るなら怖いと、来るなら怖い、あのスタッフ一同みたいな、で朝、ちょっとあの原稿が。 夜遅くまであってですね朝終わってふーって犬のうんち片付けながらよしこれで準備万端だ電源いったがないえ、うこうなったら10年前の私だったらですねバイク飛ばしてでも秋葉原にバーッて行ってそういう時ありました何回も で行ったんですけど、あのアデギンって忘れたしまったと思った次の瞬間ですね、謝ろうと、もう即、謝って済むんなら謝ろうと、謝って済まないんだったら開き直ろうと、なるほど、いうことで、もうすっきりしてますね、で、で、ですね。 え、引っ越しの片付けをしたら出てきたマシンについて語って逃げようと。なるほど。それでそっちがメインになってるんそうなんです。そうなんです。あのね、殻をへっぱがすのは、要するにできるんだけど、要するに殻をへっぱがす前に、まあ、へっぱがすという。あ、動かすなきゃいけない。そうそう、動かして温度が何度ぐらいやってからやらないと、えへへへ。ね。あの、えっとですね、不幸なことにですね、あの、お金はない。 だからもう一個買えば何も問題ないわけですよ、はい、もう一個買って、はい、だから今回はちょっと剥がすだけねって言って、剥がして、はい、でいや、剥,剥がれた、剥がれた、やっぱり俺は大したもんだぜとかって言って、はい、じゃあ次はノーマルの、はい、えとやつをもう一個別に用意するから、はい、あのそれと比べてみようぜっていうのもありだと思うんですけど、はい、もう一個買うのがもったいないっていう。はい、ですねはい なのでこれを1回使って温度を測ってから剥がしたいんですよ。そうですよねなので、ごめんなさいと、あのね、謝った者勝ちですよ、まずね、相手の先生を期して謝る、まずはとにかく、ほら、微妙な場合ってあるじゃないですか、いや、ちょっとこっちにも落ち度があるしみたいな、そんな時も間髪入れずに謝る、まずとりあえず頭下げる。はい あれですよあの、ね、昔、謝らないで後悔をしたことはものすごいあったけど、謝って後悔をしたことというのは1、2回しかないですからね、あれ、俺の方が悪くないんじゃね、あいつの方が悪いんじゃないって、謝ってから気づいたというのは、まあ、確かに何回かはありますね、そういうことで,で、今回メインのテーマ、3つ。<laughs> これをだから雑誌の連載の方でも緊急企画という形で使ったもこれはあれなんですかまた改造しようとしてたりするにゃっそれはもうさすがにねでもこれ見ると一番この下が気になってデザインがかっこいいですよね使えるんじゃないかと使いますよですよね持ってきますい パワーコンピューティングのパワー100っていう機種なんですけど1995年に発売されててその年に買ったので私が20年弱だから17年とか前ですね要するにですね当時ですねアップル社が今まで要するに今でいうところの MacOS を自社の中でしか使わなかったんですねで他社には使わせなかったわけですよ 要するにマックはアップルマック OS はアップルっていう関係があったのを方向転換をしてマック OS を他社に供給したんですよマッキントッシュ互換機を出すことを容認したんですよそんなことあったんですかあったんですよ<ー>でその時世界で初めて出たのがパワーコンピューティング社のパワーシリーズーーでそれを見たですね<ー>あの日本の,あのなんていうんですか テクニカルライターと名ばかり体力だけで原稿を大量にこなしてその日暮らしをしていたでタガソシャという人間がいて「うわっこれに飛びつけゃ食えるぜ!」思ってですねの拙い英語でパワーコンピューティング社に英語でメールを「高橋です!」 あの、<増え> <laughs> 御社のコンピューター欲しい。<おう> <laughs> <laughs> 私、ライター。ターコンピューターっていうような感じで。<laughs> いや面白い私、ライター。コンピューター。 台売れ以上みたいなメールを書いたですね「DIA 年谷高橋と」「サンキューフォーイーメール」っていうので「売ってやらんでもないよ」とっていうのを親切なメールが来て「売ってください」「お願いします」っていうのでパワー80っていうのがあったのかなであと上がってパワー100が結構最初に出てきたんでじゃあパワー100ってって日本って多分ね 個人としては日本で最初に輸入して多分、日本で1号機だったと思うんですよで、マッキントッシュ五係球ってやった、俺の時代が来たとこれからはもう俺が天下を取るんだとその後もあのマッキントッシュの五関係ずっと追っかけてて最終的に4台ぐらい買ったのかなこれがねただね安く出たんですよマックよりも当時はこれがね輸入も込みで確か40万しなかったと思う 当時確かね本体だけだと二十何万だったと思ったけどなあとのメモリだとかオプションを入れてっていう世界であとから要するに Mac の OS が他社でも使えるようになったっていうんでチャープマシンっていうチャープマシン チャップマシンっていうプロジェクトが発足して発足っていう要するにしアップルの OS と WindowsNT をデュアルブートできるっていうマシン夢のような本当に当時は WindowsNT っていうのは要するに安定したプロ向けのすごいいい OS っていうふうな認識だったんでそれと要するにマッキントッシュ OS が動くわけですよ両方こりゃすごいべとすげえよし ついにそのチャープマシンが登場することによって、私のそのマッキントッシュ五換機の第一人者としての地位が確立し、安泰、これでもうちょっともうテレビ、テレビだとかから引っ張りだこだ、困っ,、ええったな、<laughs> あと秘書ね、秘書、おはい、書ちょっとあの網タイツ入ってるような、ね、タイトなあの黒いビジネススーツであの、<お>あの網タイツ入ってるような。はいはい ってそう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 いろんなね昼も夜もこう考えたわけですよすいスティーブン・ジョブズが帰ってきたんですねええアップル社にご関係やめこれええうえええええええいええ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  黄色っぽくなってます。無黄色です。当時タバコ吸ってましたからね。なるほど。これなんか多分ですね、恐ろしいことになります。ここくと洗剤で拭くと。あの最後に使ってたメインマシンなんですよ。これが2台とも。つくづくその互換機に縁のある人生だなと思うんだけど、あの互換機人生。互換機人生です。今互換機人生っシぐらいですからね。え、あの PC コンパチブルあ PCAT コンパチブルですから今私が扱ってるのは。なるほど。はい。 で、これが9 8互関係ですいわゆる<う>エプソンので、これが98ですよね<ー>、えー。これなんかはハードディスク内蔵にまでしたんですけど<ー>これなんかはもうハードディスク内蔵するのは最初から諦めててあーあのハードディスクは外付けで使ってましたねで、あのー、これをね使ってた、えー、と最高期っていう、はい、最後の方は、えー、実はもうあれだったんですよ、あのー ドスビマシンってウィンドウズ環境だったんですね、もう時代は。ところが、ワープロとして使ってたんですよ、なるほど98のキーボードであったりとか98のワープロの画面であったり、当時、管理工学研究所の松っていうのを使ってたんですけど、松と松茸ですよ、やってたんですけど、それがね、もう完全にこう。 体の一部生活の一部になったんで他の使う気になれなかったんですよねで面倒くさいしなおかつ信頼性も高いし思ったんだけどハードディスクある日ぶっ飛んでですね当時書きかけの十数本の原稿とそれから2冊の小説すごいっすねそれ全部持ってかれてすごいっすねでね NEC の名誉のために言っとくとそのぶっ飛んだハードディスクって自分で入れ替えたやつだからどこにも文句の言いようもなく でその時にもう小説も売れないしいいやと98ももういいかと新しいの買わなくてもでもきっかけにきっかけにどすみまし完全移行してえっと次回いよいよやります何があってもやりますあの秋葉原に買いに行ってもやりますでもはい私が存命のかぎりはどうなるかわからないその場 その場限りじゃないやその場しのぎその場その場しのぎのからわりですかいやいやいや違う違うあのその場行き当たりばったりじゃなんだろうなゃ行き当たりばったり面汚しのいやいやいや違う言葉が違う出たとこ勝負です出たとこ勝負の出ましたおじさんがその場限りとかその場って言うからって出たとこ勝負でしょはいその通りでした出たとこ勝負でわかりました行かせていただきます了解